ドジャース、5050記念メニューを販売開始。5050要素どこや。なんやねんそのやる気のないフォントは。フォントダサい定期。クソみてえなフォント。フォントダサすぎ定期。ゴシック体やめろ。雑すぎで草これで2000円くらいしそう。そんな安いわけないわその倍くらい取りそう。約3000円。仮にエイジでもダセいフォント。中華の怪しい商品に使われてそうなフォントやめろ。外国人も日本人が着てる T シャツの A 文字に対してクソダサいフォントとか思ってるのかな。日本人もその英単語の意味わかってんのかと思うような服着てたりするしアメカスから見たら日本語のドジャースがすごいかっこよく見えるのかもしれへん。なんで外国人が日本語フォント使うとクソみたいなデザインになるんやろうな。日本人が英語フォント使うときも同じやぞ。すまない、彼らには筆という概念がないんだ。デコボコのない滑らかな線が一番美しいと感じるから全部ゴシック体になるんだ。どんなソフトでも英数字フォントって豊富に標準装備されてるもんな。あいつらに民調かゴシックの二択しかない民族の気持ちなんてわかるまい。クソダサフォントいい加減に指摘するやつ現れてくれ。大谷もそろそろクソダサフォントのことクソダサいって教えたれよ。まあワイラもハングルとかアラビア語とかのフォントの違いなんてわからんし、実際向こうの一色の値段で言えば日本円3000円弱とかめっちゃお得やな。写真通りちょっと小さいんかな。元の状態で 20.24 ドルなら税金 10%、チップ 15% で 25.6 ドルだから4000円近いで。5050シャツ欲しいな。500ドル以内で買えるなら買うわ。ただの売店でもチップ取られんの？嘘やろ？最近はファストフードでもクレカ決済した後にチップのパーセント選んでねみたいな表示出てくるところが多いで。やっぱエイジ T シャツって書いている内容もだけどフォントもネイティブにはクソダセって思われてるのかな。アメリカ人にはクソダサゴシック体こそがクールに見えるのかな。